携帯天皇、携帯天皇、携帯天皇、450年、陰行天皇39年、531年3月10日、携帯天皇25年2月7日は、日本の第26代天皇、在位、507年3月3日、携帯天皇元年2月4日、531年3月10日、携帯天皇25年2月7日、ほど、 日本初期では、王刀、おほどの王君、古事記では縁本、火の地、おほどの御事と記される。また、筑後国風土記一文に、雄大やと天皇、おほどのしめらミこと、上宮記一文にか、不当大公王、おほどの王君とある。なお、菅谷和田神社、和歌山県橋本市村の人物画像鏡面に見える、不当、男帝王は、携帯天皇を指すとする説が、 口実。別名として、日本初期に彦太子と彦太子ととある。漢風志号、携帯天皇は、代々の天皇と共に、大海の御船により、熟語の、携帯寺頭から携帯と名付けられたという。危機によれば、十五代王神天皇の五世孫であり、越前国を治めていた。本来は皇位を継ぐ立場ではなかったが、四十警帝にあたる。 第25代部列天皇が皇子を残さずして、崩御したため、中央の有力皇族の衰退を受けて即位したと、される。戦後、天皇研究に関するタブーが解かれると、御世用という、その得意な出自と即位に至るまでの異例の経緯に、注目が集まり、元来は、大和王権とは、無関係な地方皇族が実力で、大王位を散脱し、現皇室にまで連なる。 新王朝を創始したとする王朝交代説が盛んに唱えられるようになった。しかしながら冒険王族の出身という危機の記述を支持する声もあって、それまでの大王家との血縁関係については現在も議論が続いている、口述。危機は共に、携帯天皇を王神天皇の五世の子孫と記している。また、日本初期はこれに加えて、 携帯を十一大水仁天皇の女系の発生の子孫とも記している。大見国高島御三湖の、現在の滋賀県高島市近辺で誕生したが、幼い時に父の非行使用を亡くしたため、母、藤姫の故郷である、越前国高婿の高向区現在の福井県堺市丸岡町高向区で育てられ、王党として五世紀末の越前地方、大見地方説もあるを統治していた。 日本書紀によれば、5百6年に、武列天皇が皇子を定めずに崩御したため、大連、大友金村、物部屋から日、大臣、小瀬男人ら有力豪族が協議し、まず、丹波国にいた14代、中愛天皇の五世の孫である和王、山と飛行王君を衰退しようとしたが、山と飛行王は、迎えの兵を見て、恐れをなして、山の中に隠れて、行方不明となってしまった。 やむなく軍神たちは、越前にいた、王神天皇の五世の孫の王道を迎えようとした、ものの疑念を持った王道は、河内馬貝首荒かご、河内の馬貝の帯と荒子を使いに出し、大連大臣らの堀に間違いのないことを確かめて、即位を決意したとされる。翌年の507年、58歳にして、河内国クズノハグクスバにおいて即位し、 ブレツ天皇の姉にあたる田白家の王女を皇后とした。即位19年後の526年にして初めて、ヤマトの後のヤマト国に入り、党を定めた。翌年に、九だらから壊れて、救援の軍を九州北部に送ったものの、しかし、白木と通じた、畜士君、岩井によって反乱が起こり、その平定に苦心している。詳細は、岩井の乱を参照。 対外関係としては、くだらが常日のように、白木や高栗からの脅威に対抗するために、たびたび和国へ軍事支援を要請し、それに応じている。また、日本書紀によれば、慶大六年、五百十三年に、くだらから、今なの四県の活動を願う死者が訪れたとある。和国は、大友金村の意見によって、これを決定した。531年に、 巫女の曲がり体系、安寛天皇に上位、記録上最初の上位礼し、その即位と同日に奉御した。法年に関しては、古事記では、形体の没年を527年としており、そうであれば、戸を建てた翌年に死去したことになる。古事記では没年齢は43歳、日本書記では没年齢は82歳。日本書記では、注釈として、くだら本気、 三逸のカノ問いの年に天皇及び大使とミ子が同時に亡くなったという記述、くだら本北ため分その分運王都市侵害三月軍心、至る荒え骨女王税月、高麗子その大康また危機日本天皇及び大使ミ子とも方向ゆこの事故都市侵害の都市等十五年、確かを引用して、政変で、携帯以下が殺害された可能性を示唆しており、 このことから、携帯の本来の後継者であった安官、戦果と即位後に聖師とされた金明との間に争いが起こったとする説がある。ただし、天皇とは誰を指すのか不明であり、本来くだらのことを書く、歴史書の記述にどれほどの信頼を置いてよいかという疑問もある。詳細は、携帯、金明朝の内乱を参照。上宮、聖徳法王定説、公認年間成立と、 元号寺が乱炎儀、ルキ在朝、天平19年成立によると、金明天皇7年の土の絵馬年に、くだらの生命王によって仏教が伝えられたと記されているが、初期の年期によればこの年は、戦火天皇3年、538年であり、金明朝に土の絵馬年は存在しない。しかし仮に、慶太崩御の翌年に金明が即位したとすると、 ちょうど七年目が土の絵馬年にあたることとなり、あるいはこの仮説を裏付ける傍傷となりうる。また、真の形態量と目される、今白塚古墳には三種類の石棺が埋葬されて、いたと推測されている、口実。一方で、この侵害の年とは五百三十一年ではなく六十年前の四百七十一年と、する説もある。危機によれば、 関市の一回り昔のカノトイの都市には二十代安公天皇が皇后方の連れ子であるマヨアオに殺害される事件があり、混乱に乗じた二十一代有略天皇が兄やイトコを殺して大王位についている。侵害の都市に日本で天皇及び大使とミ子が同時に亡くなったという伝聞情報のみを持っていたくだら本期の編纂者が後手三十一年のことと、 解釈し、日本書紀の編纂者も安行にまつわる話であることに、気づかずに、天皇は安行、大使は後継者と目していたいとこの紙片をし岩美子、美子は、ママ子の迷わをか形態に当てはめたとも考えられる。日本書紀によれば、王人天皇五世の孫、創村の孫で、父は飛行士王、母は十一代水人天皇七世孫の振姫で、ある。ただし、 王人から携帯に至る中間四代の系譜について、危機では省略れており、過労じて、鎌倉時代の、尺日本記、日本書紀の注釈書に引用された、上宮記の一文によって知ることができる。これによると、男子の直径は、ホムツワケ王、ホムタワケの王君、王人天皇若の毛二股王、イラツコ、一名、夫婦と王か非王、イコール、非公使王か、不当代行王、 イコール形態天皇取れる。上宮期一文は、近年、文体の分析によって、水古町の異文である可能性が指摘され、その内容の信憑性や、実際の血統については前日の通り議論が、分かれているものの、限定期の変算と、同時期、六世紀中溶下に、系府伝承が成立したものと考えられる。 皇后は21代有略天皇の孫娘で、24代人賢天皇の巫女であり、武列天皇の妹、姉との説もあるのたしらかの王女である。形態には、大和に入る以前に、複数の被害いたものの、即位後には、先帝の妹を皇后として迎えた。これは、政略結婚であり、直系のたしらかの王女を皇后にすることにより、 既存の大和の政治勢力との融和を図るとともに一種の入り婿という形で血統の正当性を固じしようとしたと考えられる。形態にはすでに多くの子もいたが、田し家の王女との間に生まれた天国廃開港帝村十九代金明天皇を着難とした。金明天皇もまた、田し家の王女の姉妹を母に持つ千華天皇王女の石姫王女を皇后に迎え、三十代、 微脱天皇を設けた。以上のように、大王家の傍険という自らの地の薄さを直径である皇后の血統により転しようとした様子が伺える。その後は、金明天皇の血筋が現在の皇室に至るまで続いている。記述の通り、危機によれば、先代の武列天皇に皇子がなかったため越前、王美ともから王神天皇五世の孫である。 慶太天皇が迎えられ即位したとされる。日本初期の経図一貫が失われたために正確な、形譜が書けず、尺日本記に引用された上宮記一文によって、かろうじて状況を知ることができるが、渦三章、この得意な即位事情をめぐっては手図の議論がある。危機の記述を信用するならば、慶太を大王家の五代前に遡る遠い冒険に連なる。 有力王族とする説が正しい。しかし戦後に天皇に関する自由な研究が認められることになり、形態はそれまでの大王家とは血縁関係の内い新王朝の始祖であるとする説が提唱されるようになった。代表的な研究者である水野優によれば、いわゆる万世一系は否定され、出自不明の二十六代、形態天皇から新たな王朝が始まったことになり、この新王朝は、 形態の出身地から越前王朝と歴史学上呼称される詳細は王朝交代説を参照。一方で、その出自を大御国坂田軍を本拠とする沖永氏に求める説もあり、その根拠としては沖永氏が王神天皇の孫の威夫夫、ヒオをを外するスメラ別氏族、皇族が親戚降下して誕生した氏族で、 後の天武朝には発色のせの最高位を賜るなど、朝廷から格別な待遇を受けた氏族であり、慶太自身も火の一人を沖縄市から迎えていることなどが挙げられる。いずれにしても、決め手となるような資料はなく、慶太の出自に関しては結論は出ていない。また、即位から大和に宮を定めるまでなぜか19年もの、 時間がかかっていることも不可解で、そのため即位に反抗する勢力を武力制圧して、王位を散脱したとする説も出た。携帯は宮を構えたのはいずれも、河川交通の要衝の地で、大友氏など携帯の即位を後押ししたと見られる。豪族の土地も多く、それら支援豪族の力を借りながら、全身的に支配地域を広げていったようも伺える。しかし、大友氏などは、 大和盆地に勢力を持っており、形態が宮を築くまで大和に全く政治力を行使できなかったとは考えづらく、もしも反乱による武力闘争があったのであれば、大和戦との翌年に起こった畜縮祝いの乱のように、危機に記されていないのは不自然である。一方で、形態が育ったとされる越前、生まれた土地とされる大海、宮があったとされる山城、 河内両母が設けられた津は、日本海美和湖宇治川淀川瀬戸内海の水上交通を中心とした交通路によって結びついており、携帯が地方豪族ながら大王位を告げた背景には、こうした交通路を掌握して強大な政治力、経済力を維持していたことにあるとし、本拠地を離れて大和入りする動機が弱いためにあえて大和に入らなかったとする見方もある。 水谷一明は、武力闘争までには至らなかったものの形態の即位に、反対する勢力は存在したとし、その中心となった氏族を、桂木氏と推測している。その根拠としては、桂木の氏は武列までの仁徳天皇の弟、密接な関係があったこと、以降の時代に目立った活動が見られないこと、六世紀後半には、拠点であった北桂木地方が大王家の領有と、 なっていることを挙げている。さらに山和入りの後に、安官戦火が、蘇我氏の勢力圏に宮を増援していることから、葛城野氏の支流と見られる蘇我氏は、宗家と距離を置いて、携帯の即位を支援し、この時の働きが、後の明日か朝における、強制のきっかけとなったとしている。また、考古学的な調査からも、山和王圏に従順では、なかったと伺える北部、 中部の九州の主張たちが中央の混乱に乗じて自用する気配を見せ、そうした傾向に対する危機感が反目を繰り返していた中央豪族たちを結束させ、形態の山和入りを実現させたとしている。山和入りの翌年に勃発した岩井の乱は、形態の下に新たに編成された山和王権の資金石となり、この鎮圧に成功したことによって形態は、 自らの政権の礎を確固なものとしたと推測している。近年では、5世紀の大王の地位は特定の地に固定されなかった、すなわち王朝ではなかったとする説もある。形態以前の大和王権は、各地域国家の連合で、王党は一つに固定されていなかったという意味であり、竹光誠は、形態以前の大王は、複数の有力豪族から選出されたとしている。 記述の通り、近年では、形態の出自を伝える、上空記の成立が、水古町を遡る、可能性が指摘され、冒険王俗説が、再び指示を集めるようになった。すなわち、上空記一文が載っている、尺二本記には、上空記曰く一伝という記述があるが、上空記の作者は別資料を用しており、それにはさらに古い資料に基づいた系譜が載っていたと、 されていることを根拠とする。仮に、形態信号調節を採用した場合でも、現行室は1500年の歴史を持ち、現存する王朝の中では、世界最長である。それ以前の系譜は、参考内視は別系とするなどして、実在と系譜が明らかな期間に行ってもという、条件下においても、このように定義、認定されることから、皇室の歴史を称える際などに、 慶太天皇の名前が引き合いに出されることが多い。墨田八幡神社所蔵国宝、人物画像教の名文に、きび年八月、自住大王都市男帝王在石梓、神宿企画朝年長寿使い、下淵忠重だ人根すり二人と鳥城城、道二百、秀里作この今日、きびの年八月十日、男帝王が石場坂の宮にいます時、 各朝が長寿を念じて、川内ただし、エジンコンスリの二人らを使わして城城、銅に百日照りを取ってこの鏡を作るとある、判読、解釈には、諸説あり。墨田八幡神社は859年の設立で、あるが、人物が増強の出土場所、出土年代は明らかにされておらず、機微については443年説と503年説など、論争がある。 キビを503年、男帝王を、王とイコール、王とをつまり、慶態天皇と解釈すると、慶態は、キビイコールブレツ天皇5年8月10日、503年9月18日の時点では、ヤマトの石笠、神谷イコールをしさかぐうにいたとする仮説が成り立つ。もしこの説が正しければ、慶態が、機内勢力の抵抗にあって長期にわたって、奈良盆地へ入れなかったとする説が崩れる。 503年説が正しければ、鏡を作らせて、長寿を祈った、各朝は、当時和国と同盟関係にあった、クダラの武ネ王、別名各朝王という可能性も出てくる。ただし、王との読みは厳密には王とであり、形態のおほどとは微妙に異なる、詳細は、波行天候音、神音大歌を参照。このことから、男帝王を、 大王の弟の王族と解釈し、妹のおしさかの女勝姫が、陰陽天皇に受代した、異夫婦、ひ王であると考える説もある。その場合、紀びは443年となり、鏡を作らせた、各朝を、武姉王ではなく三島あがた主と考える説もある。形態は、三島の対岸に位置するクズのハグで即位している、ことから、祖祖父である、異夫婦、 費用とも深い信仰があったとしても、不自然ではない。しかし、この説は各朝と、三島あがた主の関係が、明らかになっておらず、少数説である。ゆかりの地である越前はかつて湿原が広がり、農耕や居住に適さない土地であった。王塔、王塔の御子、後の慶太天皇はこの地を治めると、まず、明日は山に社殿を建て大宮所のの礼。 大見どころの御玉を祭りこの地の守護神とした。これが現在の安和神社である。次に地形を調査の上、大規模な治水を行い崩流川、安和川、日野川の三大河川を作ることで出現の干拓に成功した。このため越前平野は、実り豊かな土地となり、人々が定住できるようになった。続いて、港を開き水運を発展させ、稲作、養蚕。 採石、生死など様々な産業を発達させた。天皇即位のため越前を離れることになると、この地を案じて、自らのご精霊を、明日は神社に沈めて、巫女の幕田王女、幕田の姫巫女を採取として、後を託したという。このような伝承から、越前開白のご祖神とされている。脳の花形とに登場する、あらすじ、慶太邸が、 無列帝の後継者に選ばれ、長愛のテルヒ、してに、手紙と花籠を形見として送って上京した。テルヒは君をしたい、次女と共に、教助の姿となってとへ追う。公用見物の行行の列の前に現れたテルヒは、帝の従者、脇に籠を撃ち落とされて狂い、菅の武帝と、理不尽の物語を舞う。やがて帝は、以前テルヒに渡した花籠であると気づき、 再び召されて都に連れ帰った。後に二人の愛の子が、安官天皇となる。神信の戦とは、政治上の重大な変革があったためとする説もあるが、憶測の息を出ない。ただし、この記録が事実とすると、慶界が大和にいたのは、晩年の五年のみである。三笹は、宮内庁により、大阪府茨城市大田三丁目にある、三島愛の領、三島の愛のの三笹。 三島への寮に事情されている。区内町上の形式は、前方公園。遺跡名は、大田茶臼山古墳で、墳九町227メートルの前方公園墳で、ある。しかし、本古墳の築造時期は5世紀の中頃と見られている。一方、大阪二拓樹市群家新町の今城塚古墳、前方公園墳、墳丘町190メートルは6世紀前半の、 築造と考えられることから、歴史学会では、同古墳を真の形態天皇陵とするのが定説となっている。この古墳は、被装者の生前から作られ始めたことぶき見ささぎであると考えられている。この古墳は、区内庁による事情の変更が行われていないために、立ち入りが認められ、1997年からは、発掘調査も行われている。 2011年4月1日には、高槻市教育委員会にて、史跡公園として整備され、埴輪祭祀場等には、埴輪が、レプリカで復元された。隣接する、今白塚古代歴史館では、日本最大級の家型埴輪等が、復元展示されている。同古墳ではこれまで家型石棺の破片と見られる、石片が3種類確認されている。その内訳は、 熊本県宇都市近辺の麻生溶血業海岸のピンク石、奈良県と大阪府の境に位置する二条山の溶血業海岸の白、兵庫県高砂市の立山石で少なくとも3基の石管が安置されていたことが推測できる。このうち立山石は大王家の管材として多く用いられたものである。これらの石管は16世紀末の伏見大地震により破壊されたとみられる。 2016年には、過去に、付近で石橋に使われていた石材が、今城塚古墳の石棺の一部であった可能性が、発表された。また、皇居の高麗殿、九中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に御霊が祀られている。1847年、飛鉱山の国学者、田中王妃での起案を受けて、門邸、立花の明美、 池田武島んとも、山口春村、阿蘇神社館主、幕田前方らにより、京太天皇ご成経費が、阿蘇神社境内に混流されている。この碑文には、王妃での研究による、王神天皇から、京太天皇までの経図が彫り込まれている。これには、玉穂宮天皇第御成経とあり、その下に、本田分けの命、大栗な王神天皇若ぬまけふたまた王。 大いらつ子、また名意本、ひお、うきらを書く王、初期文飛行士を縁本日のち、初期文皿、名飛子太美子とお栗りな形態天皇と、彫り込まれている。また、阿すは神社の近くにある、阿す和山公園には、形態天皇を模した巨大な石像が、堺市を見下ろすように立っており、観光スポットとなっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。